じゃあよろしくお願いします。お願いします。昨日までの私はブスで見るに耐えないと言われた。そんなことを言いそうな人に見えなかったのに悲しい。お疲れ様です。お疲れ。先輩、これちょっと余っちゃったんでよかったら飲んでくれませんか。あ、え、いいの。あ、全然。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい。お前はクソデブだから痩せろと言われた。完全なセクハラ。コーヒーどうぞ。あ、ありがとうございます。いや、もういいっすよ、これ自分で入れるんで。あ、そうすいません。お前の入れたコーヒーなんて飲めないと言われた。どうせ私が可愛くないからでしょ。何気ない一言で人は傷つくということに気づいてほしい。あ、いいね、来た。もしもし、お母さん、どうしたの？うん、お父さんが？お母さん、お父さんそんなつもりないと思うよ。悪く受け取りすぎだよ。